演武開演。どうも、突然ですが皆さん、美容や健康に気を使ってはいられるでしょうか。まあそうされている方も多いと思いますが、先日それらに意識を向けさせてくれるこのような商品と出会いました。はい、こちら K2 と呼ばれる、本来であればこうした商品ですが、こういう風に1回ずつに伝える版用で出会いました。まずはこちらのサプリメントの方から飲んでみたいと思います。見た目はちょっとベリーっぽい色ですね。では飲んでみます。サプリメントなので味はありませんが、これなら持ち運ぶのも手軽ですし、続けるのも簡単なのではないでしょうか。そしてもう一つのこちらは美容液なんですね。というわけなので、さすがにメガネかけたままにはできないので、はい、このように2回目かなり硬そうな色の液が出てきました。見えにくいかもしれませんが、ではこれを両手に付け、あなたは香り付きですね。サプリメントの方は味があります。味はなくの続けやすいもので、美容液の方はちょっとグレープフルーツっぽい柑橘の香りがして、嗅覚でも癒しを与えてくれました。そして今じっと浸透していく感覚があり、とってもお肌に良さそうです。これならこれから先の季節もの乾燥にも予防にもなりそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。